みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんおはようございます。昨日の夜なんですけど、スプラトゥーンの情報が来ましてですね、まあ、今起きたばっかで、まあ、いろいろ頭回ってないんですけど、お話できたらいいなと思います。映像はめっちゃ昔アップデ前のファーストシーズンの頃の、なんかマニューバーを初めて使ってた時のですね、映像流しとくので、よかったらこちらもご覧ください。で、今回、お伝えしたいのはですね、第3回目のフェスが決定しました。おめでとうということで、お題は、好みの味は辛い、甘い、酸っぱいという3つのね、3すくみの戦いとなりましたね。万太郎が酸っぱいなのか、前回万太郎陣営勝ってるんですよ。てか俺が選んだとこ大体負けてるんですよね。まだ一回も勝ててないので、ここらでちょっと勝ちたいなとは思ってます。ちなみに、まあ、個人的にはまあ辛いものが好きなんですよ。ただ辛すぎるのもなんかね、微妙ですよね。辛すぎても良くない。でも甘いのもケーキは好きなの。ただ甘すぎるシロップとか蜂蜜とかあんまり好きじゃない。酸っぱいのは、まあ、梅干しレモンは好きなんですけど、他酸っぱいのが見当たらない。なんか、うん、苦いとかあってもいいと思ったんですけどね。まあ、皆さんはどれが好きですか？まあ、甘い人がね、多いんじゃないかなとは思います。辛さと酸っぱさは人選ぶっていうから。はい。ということで、これはちょっともうちょい検討して、俺もチーム決めていこうかなと。で、そのうち、チーム決めた動画も出すと思うので、よろしくお願いします。はい。ということで、第3回のフェス日にちですね。1月7日の土曜日9時から、1月9日の月曜日の9時まで、また48時間開催となってまして、皆さん頑張りましょう。で、予備祭りってのが、ホラガイがもらえる予備祭りってのがあるじゃないですか。あれは12月30日、今年だね。今年の金曜日の17時から始まります。去年じゃないんですよ。去年じゃない。あ、去年じゃない。来年だ、ごめん。今ちょっと映像でカニタンク映って頑張ってたからさ。それ見てたらわかんなくなっちゃった。はい。そんな感じで、予備祭りもホラガイがもらえるので、まあ、ガチャガチャたくさん引きたい人は、たくさんスプラトゥーンやって、予備祭りもフェスの結果になるのでね。皆さん、頑張ってください。ということで、話すことがなくなってしまいました。フェス来るね。フェス来るから、まあ、フェスの日にち周辺は予定を空けとこうかな。多分、聞くところによると1月9日から学校始まる人多いでしょ。今、冬休みで。大人の方はごめんなさいね。いつも仕事だと思うんですけど。あー、うねちゃんやられてる。いや、トライスリーが強いですね。何の武器強いの？やっぱシャープマーカー多かったからな、前回。シャープマ洗濯機。まあ、濡れるシャープマ結構多いと思うから、シャープマをみんな練習しとくといいかもですね。だからまあそんな感じで、お伝えできたのでよかったと思います。はい。ありがとうございました。試合も勝ててよかったです。